ああ、もう、こんなことを普段の僕は絶対言わないのに。はあ、あんたといると、ほんと調子狂う。本当に。ねえ。顔、真っ赤だよ。ナンバーワン、僕が取ってみせるから。うん、僕、頑張るよ。じゃあ戻るね。我慢してるだけだから。僕だって本当は好きじゃない人に触れられたりするのは。もういい、なんでもない。じゃあ戻るから。わたるくん、何か嬉しいことでもあったの？え？そんなのみんなと会ってるからに決まっているでしょ？わたるくん。私もわたるくんとお話できて楽しいわ。本当？僕もとっても楽しいよ。
お、わたる、今日は絶好調だね。いつもこうなら、もう少し別の客もつくようになるんじゃないのか？嬉しいことでもあったのか、何か知ってる？まあ、お客様が喜んでいるならいいだろう。僕はこのナイトクラブの中で一番だよね。もちろん、私たちはワタルくんが一番好きよ。ナンバーワンになるように応援しているわ。本当？わーい！みんな、ありがとう。僕もみんなのこと大好きだよ。なんで？今日は僕の両親がこの学園に来てるんだ。学園長と僕の両親は大学時代の友人なんだって。うん。両親は学園長と会ってから来るんだって。だから、僕とはその後に会う約束をしてるんだ。そんなに嬉しそうだったかな。うん。あのさ。一緒に行かない？だから、僕と一緒に両親に会いに行かないって言ってるんだけど。そうだよ。何回も言わせないで。そもそもダメだったら、一緒に来てなんて言うわけないでしょ。
本当？じゃあまた後でね。あ、わたる、久しぶりね。と、お隣は？はじめまして。まあ、かわいらしい。わたるの恋人なの？そんなんじゃないけど。そうなの。これからも、わたると仲良くしてあげてくださいね。ちょっと、からかうのはやめてよ。あら、からかうだなんてそんな。だって、またお会いできると嬉しいわ。うん、ありがとう。先に話しておこうかな。僕、この学園を辞める。悪い、遅くなった。お、二人ともどうした？どうかした？なんか深刻な雰囲気だね。学園を辞める。
急に何を言っているんだ。なぜ？嘘だろ。わたる、悪い冗談はやめろよ。冗談じゃないよ。せめて、何があったのかくらい話してくれないのか？そうだよ。わたる、何か俺たちにできることがあるなら。もうすぐ開店時間だ。とりあえず準備をしよう。あ。お水。お水もらえる。喉乾いた。そうだね。なんかもういいかなって。順位も。もう順位もどうでもいいかな、なんてね。もうそろそろ戻らないと、山岡先輩に怒られちゃう。ありがとうね。ねえ、聞いた？聞いた聞いた。
あの超一流企業の会長のご令嬢が婿養子を取ることにしたっていう話。その婿養子が一年の神楽坂渡る。その話、私も父から聞いて驚いたわ。正式に結婚するまでの間、事業を手伝うみたい。そのためにこの学園を退学するんですって。でも、あの超一流企業の会長一族に婿養子なんて、さすが神楽坂というか。双方大喜びでしょうね。はあ、でも神楽坂くんが退学しちゃうなんて残念。あ、わたるくんですね。少し待っていてください。すみません。いないみたいです。もしかしたら、一人でどこかへ行ってしまったのかもしれません。あれ、キョロキョロしてどうしたの？何か探し物？渡る？あ、渡るならさっき屋上の方へ行くの見かけたけど。
あ、先輩、見つかっちゃった。前に話したっけ？家のこと。僕の家、神楽坂がある会社とつながりを作ることになったんだ。それで今度そこのご令嬢と結婚するんだって。ま、簡単に言えばね。結婚の条件として父さんの会社の再建もあったんだよね。まあ、そういうこと。そもそも、神楽坂に養子として引き取られた時点で、分かってたんだ。僕はきっと、何かに利用されるんだろう、ということは。でも、あの時は仕方がなかったんだ。母さんも病気で、家はあんな状態で。僕が引き受けなければ、母さんの病気の治療だって、いつか満足に受けられなくなる。それが分かってたから、僕は。ナイトクラブでナンバーワンを取れば、父さんの会社の再建の足がかりになると思っていたんだ。そう。学園長が言っていた、ナイトクラブで1位を取れば、何でも一つ願いを叶えてくれる。これを利用してやろうって。僕が自分の力で会社再建の手助けをしたい。そう思ってたんだけど。でも、父さんと母さんがそうしてほしいって言うなら、僕は。従うしかない。父さんと母さんの願いなら。